大丈夫ですか？救急車呼びましょうか？ぶしつけなお願いで申し訳ないんですが、少しの間だけご自宅で休ませていただけないでしょうか？お名前は？五十嵐です。五十嵐へ。誰じゃ救急車呼んだの？えらいの。僕はあなたのことが好きです。結婚できるなら今すぐにでも結婚したいぐらい。五十嵐君こんにちは。うちのことは知っとるよね？ちょ、やめろよ。なんでそんなビクビクしたん？そのおべさんとしてみたいか。恋は罪悪です。本当に親切にしてくださってありがとうございます。いただきます。いただきます。うまい。市販のルーだけどね。そんなの関係ない。二人で作ったからだよ。大地君はさ、恋人とかいない？僕は恋人が欲しいの。大地君は誰かを好きになったことはある？そりゃある。そうだお父さん、どっか出かけよう。突然言われてもあれだけど、週末でもいいか？学校で何かあったでしょ？教えなさい。ごめんなさい、本当に悪いことした。黙ってちゃ分からないでしょ。ああ、よく分かんねえ。そんなことがよう言えるね。なんでその通りにせんかとか考えてもみろ。人にはそれぞれ好みがあるんよ。大きい声出しましょうか。この人痴漢ですって叫ぼうか。何を見た？学校のお昼休みに食べて。バカだ。ありがとう。うまくいかんの。エーターに何したん？あいつの金で。ごめん、もう他人だから帰れないよ。愛ってなんだろうね。将来何になりたい？幸せになりたい。